アイファクスマブラ杯ボリューム1決勝戦です。キュウリ選手クラウド、カズオ選手ドンキー。キュウリ選手は先ほどのねアルフィーヌ選手の意思を継いでのクラウドなんでしょうか。カズオ選手はドンキーを起用しております。さあカード的にはクラウドを捕まれて外出されるとなかなか厳しそうだが、まあ、一部ねあれではドンキーやってることはクラウドと一緒と、まあ、実質クラウドミラー、そんな可能性もなくはないですが、よっこすばし撃墜。さあ1ストックリードを取っているカズオ選手、 DA からここは上 B しっかり戻ってくるか、 NB 打ってくる、1着下強掴んで後ろ投げ上スマッシュ、クライムハザード NB でここはリミット溜まってクエルから DA、 まだ耐えている。さあ戻ってきて NB から、しかしここは NB で返す、ジャク体がでかい、ジャクジャク。さあ空を外に出す、リエカードして、ここは一回ラインを回復、下強からつかみリエ。さあ総裁になっているリエ、これも総裁、下にスマッシュ打っていきますが、クエDA、 NB 打ってくる、下強からさあ掴んで、これは外に出すがリミットがたまる、戻ってきます。さあでも次掴まれるとちょっときついですね。空母、ここは早めのウェブ復帰。さあ NB 外、あっと打っちゃって、さあ怖い空母復帰、そして完璧空母で撃墜。1本目はカツオ選手ドンキです。キュウリ選手ダークサムス、カツオ選手アイク。さあお互いにキャラチェンジをしてきました。ガラッと変わってステージは村と町、下 B から空前つないで、つかみまでは通りませんが空前ミサイル撃って上 B、 しかしヒットはできず空上、空上から空後、危ない、前下強チャージショット、おっと横スマッシュ先端、チャージショットから DA、 これは繋がらないが下強空後で返して DA、 届かず空前ボムから DA、 チャージショットを貯めています。ここは上 B で返す、クエヌ空母で撃墜、しっかりと狙っていく、クエ ミサイルからチャージショット、これは撃墜、クエヌ回避間に合ってミサイル出ているが横強からミサイル空中攻撃には上 B で対応。さあ読み合いが発生している、クエヌから下強を入れて空母、横スマッシュ強気に食っていく、チャージショット、これは打ってきた、つかみ通らず、クエヌから空前、横強
居合で返して、上様シュート強気に振っていく。クーヌ9枚届かず、 DA お互い打ち合って、ここはウービー復帰、空後その曲がり刺さりました、撃墜。さあ、クエの空後下着を当たらず距離を取って、ミサイルクエヌ、クエクエでさらに火力を取っていく、下着をミサイルからチャージショット、ミサイル下着を回避している、チャージショット掴みが通る、回避で逃げて危ない、空後狙ってくる、ここは空へ危ない、空後で返す、ここは空前撃墜。さあ 101% 上スマッシュ強気にくる、下投げから空前、ここは上 B しっかりと反撃取って、空下外上 B へ戻ってきて横気を振っている、横気をそのバーガーに見えている、撃墜。さあここで仮想選手ライク 2-0。 3問目です。仮想選手ジョーカー、キュウリ選手リトルマック、さあ窮地になると出てくるリトルマック破壊することできるのか、それとも仮想選手このままストレートで勝ち切ることはできるのか。さあもう早くもアルセーヌが出ていますが、空下から空 N、 さあ結構ジャンプを使用しますね、空下ウエスマ撃墜しっかりと決める、アルセーヌが出てる中でねしっかり決め切りました、いいえ。さあここで一旦アルセーヌが終了。さあこの隙にキュウリ選手は撃墜を通したい、リトルマックなら、あるいはしかししっかりガーキャンで掴みを通す、横強ワイヤー掴みなのでね、下その塔のねリトルマック側はなかなかやることがなさそうですね。さあ横強下強で上クエヌダウンからのエイハー DA 横強、横火振ってくる、ここで KO ゲージはなくなってしまった、崖つかんで下強横強、さあちょっとね OP がね気になってきている、横強での撃墜は他の技をちょっと通さなくてはいけないか。さあガンネ火力取って横強下シフトですかね、撃墜。さあ後がないキュウリ選手、ここから破壊することはできるのか、空下からメテムになって空前横スマッシュ怒涛の攻め、完全に流れをつかんだアイファク杯ボリューム1、優勝者はカツオ選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。圧倒的な強さ。